糸崎君雄です。変化を悪とする人と和解せよという話をしようと思いますけども、まあ結局個人的な話になっちゃうんですけども、私はね、何かと和解しなきゃいけないと、ね、みんなと和解しなければならないんだと、みんなから私はある意味では浮いてしまっている存在なんですね。ですからその和解をしようと、で何度和解しなければならないのかっていうのがあまりよく分かってなかったっていうか、長い間ずっとそれについて考えていたんですけども、まあ、ようやく一つ、分かったのが、その変化を悪とする人と和解すると、変化を苦痛だと感じる人と和解すると。だからね、まあ、人間にとって変化っていうのは善でもあるし悪でもあるわけですね。でもう一つ言うと、人間にとって変化するというのが人間の本質であると同時に、変化しないというのも人間の本質なんですよ。だからそうやって人間というのは、その変化ということに関しては、まあ、2つに引き裂かれているんですよね。でそれがまあ、さまざまな苦悩とか、人間の苦悩とか各自の認識のズレになるんじゃないのかなと思うんですよね。だから僕がそのある種その孤立感、孤独感、みんなから浮いている感じというのも、この、変化にまつわる認識がずれてるんだと。だからそのお互いに変化についての価値観、認識がずれてるんだ、違うんだということを認識すれば、理解すれば、まあ私自身の立場からすると和解することができると、ね、みんなは私のことどう思うか知らないけども、まあ、変なやつだし嫌なやつだと思われるかもしれないですけども、私の方はまあとりあえずは気にしませんよと、ね、今まではまあ気にするっていうか、よく分かんない状況に自分が置かれていたんですけども、そういう状況は、脱しつつある、ね、脱することができるかもしれないというふうにして改めて思ったわけなんですよ。だからさっきの今日の動画は、まあ一連その変化について、人間と変化について考えていますけども、まあ僕にとっては変化というのは善なんですね。というのは、私がまずアーティストだということもあるし、だから新しい作品を作らなければいけないんですね。その意味で言うと変化なんですよ。でそれと、その新しい作品を作るためには、その自分の認識や自分の考えから、変えていかなきゃいけなくて、そのためにその哲学を学ぼうとしてるわけですよね。でそうすると、まあ普通に言うと、その自己変革、自己改革ということになって、とにかく変わるとね、そういうこと、第一課題になるわけですよ。それともう一つ、私自身は、まあ、発達障害を抱えて普通にしてると非常に生きづらいわけですよね。だからもう何らかの形でその自分を変えないと、まあ生きづらくて しょうがないと。 でもその発達障害という特性自体は、その自分に将来備わった特性なんで、それ自体を変えることはできないんですね。だからそのそれ以外のねそれこそ認識を変えたりとか、環境を変えたりとか、働き方を変えたりとか、だからその一環として今はかなり無理をして、その今まで自分がやってこなかった、自分が一番苦手としたそのビジネスということをね、やろうとしてるわけですよ。まだそれが全然成功していないというか、まあ始まってもいないんですけども、もうすぐ始まるってずっと言ってるんですけどね、もうかなり苦痛なんでね、準備もちょっとずつが進まない状態なんですけども、まあそれでもまあとりあえずやってるわけですよ。かなりね、自分に無理をしてでも、そのつまり動物としての、人間の動物としての本性としては変わりたくないわけですよね。変わるなんてのは面倒くさいわけですよ。ですごいストレスがたまるんですよ。だから変わりたくないんです、私もね。でもその変えなければならないっていう、いろんな事情があるわけですよね。それと、まあ、変化っていうのはもう一つは、まあ一方では喜びであるし、まあ面白いことではあるわけですよね。だから
僕はその自分をそのなるべく鼓舞してね、変えようとしてるんだけども、そのあまりに私自身の今までの悪い癖はその他人にもね変化を強いていたところがあったんですね。これはね良くないなと思って、反省しなきゃいけないと。だから人間ね、そのどんなに困ってても一方で変わりたくないっていう人が大勢いるんですよね。つまり実はね、私はYouTube チャンネルを、3つ作ってて、まあ、本当は4つ作ったんですけども、その、それも一つ頓挫したチャンネルがあって、それはその発達障害応援チャンネルみたいなコンセプトでね、YouTube チャンネルを作ったんですけども、まあ、早々のうちに頓挫したわけですよ。っていうのもその、まあ、僕自身その発達障害、注意欠陥多動性障害を抱えながら、それをまあ自分なりに乗り越えてきたわけですね。そのためにその様々に、まあ、認識を変えたりとかね、この発達障害という特性自体は変えることはできないけども、そもそも障害って何なのかとかね、障害って本当に障害って言えるのかとかね、実は発達障害 ADHD というのは人間のその原始人の特性で、原始人はみんな発達障害 ADHD だったんじゃないのかっていうね、そういうその説を唱えて、でまあ言ってみればみんなをこう元気づけようとしたっていうかね、そうやって認識に変化をもたらせようと思ったんですけども、なんかどうもみんなと需要にそれがマッチしていないというかね。だから、まあ、今でもそうなんですけども、僕はツイッターで発達障害系の人たくさんフォローして、で、まあ、発達障害系のツイートをするんですけども、僕のツイートっていうのはあんまり反応がないですね。いいねの数も少ないし、リツイートの数も少ないわけですよ。反応が薄いわけですよ。自分としてはね、結構いいこと言ったなと、発達障害に関してね、思うんですけども、あんまり受けがよろしくないわけですよ。で、それはなんでかっていうと、やっぱり私が発達障害の人たちに、まあ、変化を求めるというかね、発達障害の一つの克服の仕方というのは、っていうか対処の仕方ですよね。克服っていうと、それは変化になってしまうわけですよ。で、ところがやっぱり一方では変化っていうのは本質的に人間にとっては苦痛なんですよね。それは動物としての本質なので、かなり根深いものなんですよ。それは自分にとっても私自身にとっても変化っていうのは基本的には苦痛なんですよね。だから誰にとっても苦痛なんですよ。だから変化というのは、そう、自分が変化するのは勝手なんですね。自分の希望で自分が変化するのは勝手なんですけども、私が変化したからってね、この変化っていうのはいい方法なんだっつってね、みんなもやってみたらどうっつってね、そういうふうにアドバイスするっていうのは、まあ基本的には求められていないと。だからやっぱり発達障害の悩みっていうのは、まあその意味で分かってきたんだけども、周りからね変化を強いられることの悩みなんですよ。だから注意欠陥多動性障害というと、遅刻多い、忘れ物多い、部屋の片付けできないとかっていうね、そういう困った、社会生活を送る上での困った特徴が、特性がいろいろあるんですけども、まあ普通に言うと周りからそういうの直せって言われるわけですよね。変化を求められるわけですよね。それは辛いわけですよね。で、発達障害じゃない普通の人たちは、まあ、普通に子供から大人に育ったら、そこから変化しなくて済むわけですよね。社会に馴染んで、会社に馴染んで、遅刻もせず、忘れ物もせず、部屋の片付けも習慣的にきちきちっとできてね。そうするとその人自身は誰から文句言われないし、文句言われないってことは変える必要がないわけですよ。ところが発達障害の人は周りから変われって言われるわけですよね。それは苦痛なんですよ。変わりたくないんですよ。それは誰でも同じなんですよ。で、その上で発達障害を克服するために変わりましょうって言われても、それはね、そんなのは求めていないとね、
だからまあ端的に言うと、そのやっぱり気持ちを慰めてもらえる、そう慰め合うというかね、そういうその変わらない方向でのその癒しとかね、寄り添いとかね、理解とか同情とかね、受け入れとかね、そういうことがそのやっぱり、求められるのかしらっていうふうにして思うわけですよ。だからそのそれ自体がいいとか悪いとかじゃなくて、まあいいとか悪いとかっていうのも人によって違うわけですよね。だから僕自身は自分が変化しなきゃっつってね、かなり焦ってるわけですよね。もちろん焦ってるわけですよ。でそれは無駄な悪あがきをしてるわけですよ。でそれをそれに他人を巻き込んじゃいけないっていうこともね、自分はやっぱり肝に銘じなければならないわけですよ。でそれは自分の作品が評価されないということに関してもそうなわけですよね。私はまあ、クリエイティビティって普通に言うと変化ですからね。だからこのひよこちゃんの動画も、試しながら今日3本か4本撮って、で昨日の撮り方、昨日はね動画撮ったんですけどね、動画もアップロードしたんですけど、なんか動画の出来が悪いんで、引っ込めたんですね。それでまた撮り直しているっていうね。でしかもそのこう撮り方も微妙に変えて、いろいろ試しながら撮っててね、まあ、実は人知れず、新機軸をいろいろと投入して実験してるんですけど、それすごい自分としては、楽しいなと思うんだけども、一方で多くの人っていうのはそういう変化を認めていないわけですよね。だから YouTube だったらもう YouTube のスタイルっていうのは決まっていて、少なくともこんな風にして歩きながら映像を撮るっていうのは、まあ、普通に言うと画面が揺れて見づらいですからね。あと、まあ、このパペットの人形だって別にそんな、これ100円ショップのねアヒルちゃんですからね、僕100円ショップで売られてたのっつってね、そういうもんですからね、だから、まあ、多くの人は喜ばないし、本当にこう少数精鋭の方々がこのチャンネルを、一応は見て聞いてくださっていると、それはありがたいことなんですけどね。でもまあ、みんながね変化を求めていない中にこういう変化したものをね、やはりこう投入するとね、それはまあ、結局自己満足に過ぎないし、それで評価されないからって別にそんなのはね、まあ、当たり前というかしょうがないというかね、みんな変化を求めてないし、それ自体悪いことではないわけですからね。だからもう一つの私のもう一つ証拠でもなく新しくもっとビジネスに特化したちゃんとビジネスを考えようっつってね、それはねかなりノーマルになる、もうとにかくねノーマルというものをね学ぼうとね、クリエイティビティの反対をいこうと、それはね僕にとってはすごく大変、ものすごい苦痛ですね、だからそういう自分にとって苦痛なことを、人に求めてはいけないと、ようやく分かってきたと、そういう話でありました。